取材も終わり、今回は新聞のレイアウトについて大分合同新聞社整理部の山田直彦記者が説明します。いいんですが、その整理部はどういうことをしているかっていうと、実際にこう新聞をコンピューター上で、新聞の形、こういう形をこう作っている部署です。記事を流して、どこに写真を置いて、見出しをどこに置いて、横か縦か、そういうことを考えるレイアウト、配置とかですね、あとその大きさも考えるわけなんですが、その新聞の見出しを考えること、あとレイアウトを考えることっていうのが整理部の主な仕事です。まずは各班それぞれの見出しを考えます。考えた見出しをみんなで確認します。の話なので、まずじゃあ上にあるアートギャラリー通りの見出しを考えていきましょうか。そして読ませる順番としては、読んでもらう順番としては、まずこっちの方ですよね、1の方もう意味は、使わないという、約束だったので、じゃあどういうふうな見出しにすればいいだろう。さっき文化を守る、育てる意味も、育てると町おこしがちょっと近いのかなとはいう気がしますね。これはどちらもいいと思うんですよ。工芸品を飾る陶飲料、屏風を作る陶飲料、なんか言った宝物だよね。宝、僕の宝物、私の宝物はなんとかです。陶飲料は宝箱、宝がいっぱい陶飲料。ああ、どうしたかってた、陶飲料は宝箱がいいと思うと、はい、どうでしょう、いいですか。これで皆さんが、やっぱ信原さんという方が重要なんだ、どうしてもこの記事の中では歌舞伎と同じぐらい信原さんが重要だと考えるんであれば、これでも OK かなと思います。もうこれだけだったらこれで大正解だと思います。この記事だけであればね。ただ先ほど言ったように、もう歌舞伎っていう言葉をもうこっちで使ってますよね。使わないでタイトルをつける、見出しをつけるっていうことをちょっとしなくちゃいけないなと思いました。皆さんのような子どもたちの歌舞伎の話だっていうことが、はっきりじゃなくても読者のみんなには伝わる。次にレイアウトをどのように配置するのかを話し合います。読者の目に留まる部分、重要なところが3箇所あって、そこにできるだけ目立つような記事を置いたり、写真を置いたりして、目を引こうと考えて、僕たちは紙面を作ります。まずここですよね。それとここ、それと真ん中あたり、ここです。歌舞伎の部分とアートの部分、その2つはこう大きくまとめた方がいいかなと思いますが、それは、それ以降どの記事をどこに置けばいいと思いますか。よりみんなに知らせたいのはどっちですか、歌舞伎ですか、アートですか。衣装を着た写真とかもありますんで、それはそれでかなり目立つ位置にあって、きらびやかになるので、それはもう目立った方がいいかもしれません。ということで、今回はじゃあ歌舞伎を真ん中の方に持ってくるようにして、僕が新聞に、の紙面を作りたいと思います。新聞の見出しを考えたりしました。難しかったことは、自分のグループの見出しを考えることと全体の見出しを考えることが難しかったです。歌舞伎を知らない人に見てほしいです。友達と、話し合って意見が違うところが難しかったです。新聞を見てもらって、少しでも歌舞伎をしてみたいと思う人に見てもらいたいです。次回はついにみんなの作った新聞が完成です。どんな新聞が出来上がるのでしょうか。お楽しみに。